な。顔がこわばっておられますよ。いいえ、皆とは途中で別れまして、あなた様をお待ちしておりました。あなた様はいけすです。何もかも分かっていながらそのようなことをおっしゃるなど、あの、どうか今夜私と共にお過ごしください。今夜は良い月が出ております。私一度一人ではないお月見がしたかったので。あの、あなた様いかがでしょうか。そのようなものはございません。私の場合はただ月を見上げるだけです。そうですね、私も不思議です。月はいつも一人で見上げるものでありましたから。約束をたがえるのは私の性分ではありません。それにこれは初めて自分の手で掴んだ運命なのです。どのようになろうとも私は私は、私は後悔などしておりません。しかしやはり不安がないといえば嘘になります。初めてできた仲間と、そして私を理解してくださる大切なお方を失うことになるのではと、本当は夜ごと不安は募るばかりなのです。このような弱い姿はあなた様に見せるべきではないのかもしれません。でも怖かったのです。一人の夜が、一人でいる世界が。ありがとうございます。しかしもう私にはその石は必要ございません。私の傍らには私と共に
月を見上げてくださる方がいらっしゃいます。それはどのような効力を持った石よりもまこと頼もしきことなのです。そうですね、少し冷えてまいりました。いいえ、お付き合いいたします。私の方こそぜひにお願いしたいと思います。私はまだ話し足りません。これまで言いたくて我慢していたこと、今夜ならば話せそうな気がします。はい、ありがとうございます。美しい朝ですね。私はいつも月を眺めておりました。しかし月を眺め続ければ太陽の昇る朝になる。まこと当たり前のことですが、そんなことも忘れておりました。私は太陽になれるでしょうか。誰かに照らされなければ輝けない月ではなく、自ら輝ける太陽に。おかしい、なんともキザなお言葉ですね。もう夜ではないのですよ。私、少しいけつでしたか？